昨日発足いたしました新生東電の原点はこの心からのお詫びの気持ちとそれを償う責任に正面から向き合う覚悟でなければならないと考えております私は取締役会長としてこの原点に全員社員とともに常に立ち返り賠償廃止措置安定供給が 今後より確実に進むように万全を期して取り組んでまいりたいと考えております私は次の3つのことを徹底していきたいと考えておりますまず当社の体質に関わる社会の皆様からの様々なご指摘ご批判ご意見に対して謙虚に耳を傾け供給者の論理感覚ではなく 徹底したお客様目線を経営の隅々にまで行き届かせこれを東京電力の現場にも徹底的に伝えること2つ目として開かれた東電に向けて東電の社員一人一人の心の変革を強力に推し進めていくこと3つ目として現場を重視し現場を支えていく本店から現場を支えていくという経営を今後行っていくということ でございます申請、えー、東電の、まあ、テイクオフといいますかあ大きな根幹になっているのが3つあってその1つの料金値上げとともにですね計画に仮置きという意味ではございませんけども書き込んであるとこれがあのそのタイミングを大きくですね先に突き抜けるような形になった場合にはですね、えー、極めて大きなですねインパクト悪い方向でのそのインパクトがあると。 いうことはもう客観的な事実というふうに、これはあの東電サイドもあの現時点においても気候サイドの関係者もですね、みんな厳しい現実ということで認識しているところは間違いないと思います。経験可視化のその再稼働が現時点においてはですね、たった今の足元においては先行きを含めてですね、えー、なかなか厳しい状況にあると。とそれがあ進まないという状況になったときにはですね、大変厳しい状況に立ち至るということはあの。 想定をしているということになります。